はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回は提督の決断法続きをプレイしていきたいと思います。続きってなんだよってね、ちょっとね、お叱りをいただいてしまうんじゃないかなと思うんですけども、すごく久しぶりにはなってしまうんですが、提督の決断の続きプレイしていきたいと思います。で、ちょっと何をやっていたかすらももはや怪しいんですけど、僕自身。左上の方に作戦目標でジャワ沖を3月までに攻略ということで、今、1942年の1月1週目なので、3月までにジャワ沖を攻略しなければいけないという目標があります。で、ジャワ沖ってどこって話をすると、ジャワ沖はここです。で、ジャワ沖の近くでいうとマラッカ海峡を抑えているので、日本軍は。できればこの後インド洋まで進出をしたいんですが、一旦マラッカ海峡に詰めたいという思いがあるので、マラッカ海峡の様子を見てみると、今ですね、3個艦隊、第6艦隊、第13艦隊、第14艦隊という形で3個艦隊が展開中です。で、第6艦隊は戦艦金剛、アシナはじめ、主力艦が揃っていて、今ちょうど修理でドッグ入り1週間になっています。第13艦隊は従順が中心の艦隊なんですけども、駐波しているものがいくつかあって、こちらに関しては2週間、修理にかかります。で、駆逐艦中心の第14艦隊も、1週間ドッグ入りする必要があるので、まず2週間このマラッカ海峡で、戦力を整え直します。で、マラッカ海峡を取り返されるとかなりきついので、今南シナに展開しているこの第8艦隊、第15艦隊、特にね、この潜水艦隊を、そのマラッカ海峡の防衛の任に当たらせたいということで、まずはマラッカ海峡まで移動させましょう。この第8艦隊と第15艦隊、第15艦隊は潜水艦隊にはなりますが、これでまずジャワ島攻略の3個艦隊を修理して、それをマラッカ海峡から出撃させる。で、マラッカ海峡に関してはがら空きになるので、マラッカ海峡防衛のために第8艦隊と潜水艦隊をマラッカ海峡に派遣するというのが一つです。で、もう一つ考えておかなきゃいけないのがアメリカ戦ですね。対米戦で、対米戦の最前線になるのが今中部太平洋、それに南太平洋、そしてアリューシャンなんですが、今現状ですね、このオーストラリア沿岸まで抑えられるとかなり戦いが楽になるかなと思ってるんですが、残念ながらこのオーストラリア沿岸に到達するためにはソロモンを攻略する必要があって、このソロモンからオーストラリア沿岸っていうのはちょっと難易度が高いかなと思ってます。で、かといってハワイ沖、ここを攻めるのもかなり厳しいので、ご覧の通りですね、アメリカの主力艦隊、第1艦隊から第4艦隊までと、第10、第13、第14艦隊が詰めていて、さらにイギリスの第15艦隊まで詰めてるっていう、このハワイ沖、ここを攻略するのは厳しいんですが、逆にここを攻略しないと、今ここに詰めている8個艦隊、これが、ミッドウェーをはじめあらゆる方面に進出してくる可能性が非常に高いので、ちょっとここは無理をしてでもですね、攻めたいということで、こちらも主力艦を出していきます。じゃあ主力艦って何って話なんですが、まず第1艦隊、長門陸奥はじめとした戦艦部隊、山本五十六大将座長です。で、第2艦隊、こちらも伊勢、日向、この辺りの戦艦部隊、この部隊をですね、まずはマーシャル沖に移動します。で、マーシャル沖には何がいるかというと、戦艦ヤマト。他がね、慶巡と駆逐艦ということで、少し火力は不足するんですが、戦艦ヤマトと、第1艦隊、第2艦隊を持って、ハワイ沖攻略をしていきたいと思っています。では、ご覧の作戦要領で進めていければなと思うんですが、他のね、様子を見ておくとですね、まず日本近海には今、第7艦隊を入れています。で、他で言うとですね、ちょっと主力艦が不足しているというのもあって、
厳しいんですが、技術開発の面でいうと、まず、戦艦大和海型を今開発中です。まあ、これが本当にね生きてくるのかっていうのはあるんですけども、まあ、少なくともこのまま戦艦空母どっちつかずの戦いをしていくよりかはちょっとね、海大和型を作っておこうということでやっていきたいと思います。でちょっとね本当に申し訳ないんですが、しばらくぶりすぎて操作方法とかそもそもここまでどういう方針で進めてきたかっていうのがもうさっぱりです。で自分の動画はあまり見返さないっていうね、見返せよっていう話なんですけども、全然見返していないので、ちょっと皆さん久しぶりに続きをご覧いただく方には大変申し訳ないんですけども、まあ、そのあたりねお気づきの点があれば、生温かい目で、見ていただきつつ優しい言葉をかけていただければ嬉しいなというふうに思います。では戦術フェーズに移りましょう。味方艦隊より入電、南太平洋に突入ですね。ここでいきなり、おー、ぶつかるか。敵の艦隊が出てくるかどうかなんですよね。敵の艦隊さえ出てこなければいいんですが、ちょっとまず進行速度を少し遅めに設定して、ここに敵の基地があるのは確認しましたね。なのでこのそもそも艦隊の選び方すら忘れてしまったっていうね、ちょっと本当にお恥ずかしい限りなんですが、まずは移動しましょう。移動しないことには始まらないので、で夜が明けてくるのか、夜が明けてくるとちょっとあんまり嬉しくないので、日が沈むまでちょっと待ちましょう。このまま了解。おっとここで見つかったか。そしたら逃げましょう。ここで艦隊戦になるか。ヤマトが沈められましたね。いやー、やはり敵の主力艦が出てきてたか。何もすることなくヤマト以下沈められたな。第一艦隊と第三艦隊が出てきてたのか。これはちょっと厳しいな。で、従順の四万十と最上が就航しましたね。で、レーダー探知機も作れるようになりましたと。レーダーを搭載した戦艦が発する電波を捕捉、敵艦の位置を逆探知する兵器、本兵器が開発されると自動的に艦船に搭載され、海戦では艦載水上レーダーを搭載した敵艦を視界外から発見可能。おお、でかいね。ジャワ沖の攻略ですが、これはちょっと置いといてだ。南太平洋に突出したのが間違いだったんだな。ちょっとすいません、いきなりなんですがロードさせてください。ちょうどですね、入れたばかりのちょうど実況を始める前のものがあるので、マーシャル沖にいる第5艦隊は移動でマーシャル沖に留め置きます。まずはでマーシャル沖で合流しましょう。で、第1艦隊はマーシャル沖へ、で第2艦隊もマーシャル沖へ、で、3個艦隊を持って南太平洋に進出しましょう。
ちょっとね、さっきのだと不甲斐なさすぎるので、いきなりタイムリープして申し訳ないんですが、そういう形にさせてください。で、操作を行ったところで言うとですね、第8艦隊ですね。第8艦隊をマラッカに移動させるっていうのは入れておきましょう。それと、第15艦隊、潜水艦隊ですね。これもマラッカへ移動させましょう。これでいいでしょう。で、四万十と姉川が就航という情報と、新技術の開発で、レーダー探知機ですね、これもできましたということになります。で、南太平洋に関して言うと艦隊が結構相手の方出てたと思うんで、ちょっと諜報活動を行いましょう。日本近海より報告、敵新 S 型潜水艦を派遣、これを撃沈しましたというトピックが上がっていますけど、なんかやだな。南シナ海より緊急電、東海域の輸送船が敵潜水艦の攻撃を受け一部沈没か。なるほど。諜報より報告、次の海域に潜入中だった諜報員が逮捕ということですね。で、ドイツが石油5000を援助してくれたということですね。さあ、では、まずですね、南太平洋に進出している敵の艦隊数が正直わからないな。さっき見た艦隊から増えてるとかなりきついんですが、まずはジャワ沖へ進出しましょう。ジャワ沖もちょっと見えてないんだけどね。ジャワ沖、ジャワ沖、ジャワ沖に関してはスパイレベルがすでに3になっていて誰も出ていないわけだな。で、敵の航空戦力は決して多くはないですよね。直縁が3、護衛が4、爆撃が8、雷撃が4、まあ大した艦隊の数ではないので、ここは移動していきましょう。ジャワ沖を攻略します。第13艦隊、さらに第14艦隊、この艦隊を持ってジャワ沖を攻略まずはしていきましょう。ちょっとね、さっきの感じもあるので、久しぶり、お久しぶりなのでのんびりめに。敵の艦隊はここにしかいないんだな。となると味方は空母はいないので、やっぱり夜ですかね。まあ、味方を殺到させればそれで済むかなという印象はあるので、このまま進めていっちゃいましょう。環境設定で、回線の速度は少し遅めに設定させていただきましょう。久しぶりなんでね、ちょっと早すぎると動きについていけないかなと。かといってなんかちょっとのんびりしすぎかな。
いや、艦隊ごと選ぶ方法すら忘れてるな。どうすんだっけな。こうやって選ぶしかないんだっけ？結構これだと選び漏れが今後起きてきそうな気もするけどな。まあ、ただ、ジャマ置きは絶対攻略しておいて損はないかなというところなので、まあ、きっちりジャマ置きは攻略しておきましょう。で、今、夜明けから夜になっていったので、この段階になると、もう敵の航空機は出てこないので、この間に一気にね、ジャワを占領してしまいましょう。まあ、少しはね、収益というか、その収入というかが増えてくるので、ジャワを攻略することによって、それでだいぶ変わってはきますからね。で、あとちょうどですね、明日からタイの方に旅行に行きますんで、一応タイの方に PC も持っていくんで、お気づきの点とかあればですね、まあ、ちょっとコメントをお寄せいただければ確認して、次回のプレイに反映していければなとも思ってますんで、ぜひぜひそのあたりもよろしくお願いいたします。ということで、もうすぐ敵の飛行場の近くに接近してきてますね。では、砲撃を加えていきましょうか。で、もう、この辺りに関して言うとどうなんだろうな。完全に敵のね、勢力圏内ではありますが。雨も降ってきたね。完全にこちらの思惑通りにはなってくれてるな。で、あとはこの辺りの艦艇も前に進めていきましょう。もうここはね、火力重視というか、完全に。ただただひたすら砲撃を加えていくだけですからね。で、夜明けになると敵の航空機が出てきちゃうので、そうならないように、早めにね、やっぱり潰しておきたいんですよね。ちょっとこの辺りも団子だな、完全に。艦隊運動ができてない状態だけど。まあ、先ほど来お話ししてる通り、航空機が出てくる前に飛行場を潰したいので、効率よく飛行場に接近して砲撃を加えられるような状態を作り出す方が優先ですかね。この辺りの艦艇が完全に遊んじゃってるからな。1個1個動かしますか。もようやく半分か。今2時40分ですね、夜の。夜明けになる前にどうしても航空基地叩いておきたいんですけどね。ここはやっぱり飛行機とか出てくると多少なりとも損害出てくるんで。射程外なのかな、この辺りは。さあ、もうすぐ4時か。
もうちょっとペース上げていきたかったですね、本音を言うと。やっぱり攻撃しづらいところにあるといえばあるよね。特に戦艦クラスの射程を持っている砲を持っていればね、遠距離からの攻撃も可能ですけど、駆逐艦クラスになるともう届かないんで、ただただ周りをうろついてるだけ、かつ敵の戦艦も出てこない以上はそうなっちゃいますね。これでもな、さっき南太平洋でよくわかんないままヤマトが沈められてしまいましたけど、これで艦隊戦になったらかなり厳しいな。操作を忘れてしまってる上にこの状況じゃね、まあ、とりあえず今は雨も降ってるんで、うん、ノーダメージでジャワ沖は攻略がなりましたね。そしたらジャワを攻略した後はマラッカに戻りましょう。この主力艦隊はマラッカはどうしても守らなきゃいけない。イギリス艦隊があそこから流入してくる恐れがあるんで、まあ、それはねどうしても死守しておきたいところにはなるんで、なんとしても守りきりましょう。まあ、砲撃戦のね精度って言われてもね、敵の艦隊出てきてないからね、まあ、空戦に関してはそもそも艦載機を搭載していませんと。さて、作戦目標であった3月までのジャワ沖の攻略に関しては2ヶ月前倒し、1月3週目に制圧しましたね。で、敵の連合艦隊がマーシャル沖に進行か。まあちょっとな、予想はしてたけどここでぶつかるのか。さて、どうしたものか。まあ第一艦隊というか、まあ全艦隊投入するしかないんですよね、結局ね。はい、というところで、ちょっと今回短いんですが、久しぶりということもあり、次回かなり内容が重くなりそうなので、まずは一旦ここで終わりにさせていただいて、ちょっとなまっちゃいましたけど、次回ですね、この続き、マーシャル沖防衛戦展開をしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。